皆さんこんにちは、よしまるでございます。今回、YouTube からもしかしたら、バッドボタンっていうんですかね、低評価ボタンがなくなるかもしれないっていう今噂があるみたいで、そんな話を少ししてみようかなと思います。まあ、僕は特に YouTuber を目指していなかったので、今でもそうです。多分僕の動画見てもらうと分かるんですけど、明らかにその自分のやりたいこともやってて、で30アクセスとか100いかない動画も結構アップしてるんですよね。もしも本当に YouTuber 目指しているんであれば、おそらくアクセス取れるような、動画しか出さないし、まああと基本的にまあソシャゲ今星ドラで一番来ていただいている方が多いので、とにかくやっぱりアクセス集めるためにはガチャを引くことだと思うんですけど、まあ一番それすらやっていないっていうかね、という形なので、僕はまあいろんな人に見てもらえれば嬉しいっていう気持ちはありますけど、いいねボタン、バッドボタン、その辺はもう本当に成り行き任せっていうかね、あまり気にはしていないかな。まあ、基本的に僕も作家クリエイターやっていた身なので、よくその辺がわかるので、 YouTube はもう自分が続けられる、自分がやりたいと思う動画をアップするためにあんまり評価は気にしないようにしてます。まずそんな話をちょっと先にしておこうかなと思いました。で今現状僕のバッドボタンってどうなってるかってお見せします。はい、僕表に出してないからね、バッドボタン、グッドボタンで、それ表に出してないのも結局そこに左右されない動画作りをしたいんで、まあ見る側もね、何がこう僕の動画受け入れられているのかっていうのももう 見えてない状態でフラットに見てほしいんですよ。そういう感じです。じゃあちょっと出しますけど、動画を撮ろうと思ってで一番最新のものを今表示しております。そんなにね、いいねボタンもついてないしバッドボタンもついてないっていう感じだと思います。はい、で一番上の例はいいんで、特に一番わかりやすいんですけど、まあ、星ドラ雑談のところで、まあ、グッドボタンついてる瞬間にバッドボタンこれついてるんですね。で視聴回数だって視聴回数がまだ29なんで、これどういうことかというと、なんかね、アップした瞬間にもうバッドボタンつけている人が多分いるんですよね。だからこういう人がいると余計にバッドボタンを気にしなくなるというか、あ、もうなんか適当に何アンチっぽくつけてんだなみたいなね、まあ、適当にただ単にバッドボタンつけに来ているんだなみたいなのが分かっちゃうから、まあ一人二人いるんですよね、多分そういう人が。なのでなんかこうちゃんと見られててバッドボタンつけられるんだったらわかるんですけど、もうアップした瞬間にバッドボタンついてたりすると、まあ動画すらもう見てない、ただのまあアンチっていうのかな、だと思うので、本当に無意味なバッドボタンなんですね。だからこういう人が何人かいると、そもそももうバッドボタンの意味すらこちらとしてはないんですよ。YouTuber としてのグッドボタン、バッドボタンって特に関係ないんですよね。その収益にはまず関係ないです、全く。ただなんかグッドボタンが多いと、その表示される順番が変わるみたいなのは聞いたことあります。ただバッドボタンが多いからといってペナルティを受けることは何もないし、収益が減るってことはない。むしろすっごくアクセスが多い動画ってバッドボタンが多い動画なんですよ。だから逆にまあ炎上とは違うんですけど、僕もガチャ動画で神引きしたりとかすると結構バッドボタンが多くなったりするんですけど、そういう動画は一番アクセスがいくので、逆にこちらとしては嬉しいんですよ。なのでバッドボタンは多ければ多いほど、それに比例してアクセス数が、なんつうの、爆発的に増えるんで、収益には逆につながるっていう不思議な現象があります。
まあ、それを考えてもほとんどやっぱバットボタンってあんまり気にしてないで、まあ、一番上のちょっと動画でね、速攻これバット1ついてる人は誰か、まあ吉丸の動画はもうあんま好きじゃないみたいな感じで多分つけに来てくれてるんだと思うんですけど、なんていうのかな、逆にわざわざあのバットボタンつけに僕の動画見てくれてありがとうみたいな感じになってしまうというかね、うん、でまあ多分そういった意味もあると思うし、基本的にバットボタンつけまくっている人っていうのはなんかね、もう YouTube の方で監視されているっていう話あって、ログが多分取られてるのかな。で今はそのやっぱりアンチ集団っていうのが問題視されてるらしいんですよ。なので要は低評価の意味が、うん、動画と関係づけられてないってことなんですよ問題は。ただこの人嫌いだから、バットボタンをつける、それか多分ライバル視してる人がいて、まあ潰すためにバットボタンをつける、まあでもバットボタンつけるからって別に潰しにもなんともなんないんですけどね、その人の時間がただ単に無駄になっちゃうだけだと思うんですけど。で、まあ、今考えられているのが完全にこのバットボタン低評価をもうなくすっていう方向か、あとは4分の1動画を見ないとバットボタンをつけられないっていうような、案があるらしいです。そうすると多分来ていきなりバットはつけられないんだよね。例えばまあ、やっぱ10分ぐらいの動画があったとしたら、その 25% 見ないとバットボタン多分つけられないから、それでバットボタンがついたとしてもこちらとしては、あ、4分の1は見てくれたのねっていう感じになるから、別になんていうのかな、そんなに痛くないっていうかね、うん、感じだと思うんですよ。あ、一応ちゃんと動画を見てくれて一応バットついたのね、分かりましたみたいな感じになるんで、なんかそういう形になるかもしれないという話は聞きました。はい、まあ、ざっと見ると0の時もあるし、ついても2か3ですね僕の場合は、1、2、3の間フラフラしている。で多い時は 10以上つくこともある。でもそういうのはなんかガチャ動画が多いかな、うん、結局。なのでその分アクセスはたくさんいくんで、例えば1万とかね、1万再生とか8000とか行くのはバットボタンは割と多いですね。それは事実だけど、そのバットボタンも結局なんていうのかな、こちらとしては本当にバットボタンが多いと再生数が上がるっていうのは多分どのチャンネルも言えるから、要は多分炎上証拠っていうのが成り立つわけなんですよね。うん、だから現状バットボタンの意味ってあんまりないと思うんですよね、そう考えちゃうとね。まあ、そんなわけで一応なくなる前にね、バットボタンがもし気になってる人がいるんであれば、一つね僕のグッドボタンとバットボタンの状況どうなってるかっていうのを、公開してみようかと思いました。はい、だからツイッターみたいになるってことね。ツイッターはバットボタンないじゃないですか、なんかいいハートマークとかあるけど、ああいう感じになるんだと思います。はい、まあ、そんな話ですね。YouTube もしかしたらバットボタンがなくなるかもしれないと。まあ噂なんですけど、結構その現にやっぱりアンチ集団というのはいるみたいで、多分監視はされてるはずなんですよ。そのバットボタンを多くつけまくっている人っていうのはもうすでにマークがうんたらかんたらっていうのは聞いたことがあるんで、まあ、アカウントバンまではさすがにされないと思いますけど、そういう人たちが多いおかげで、まあ、バットボタンの意味がなくなっているっていうような話でした。またなんかこういった情報系もね、お話ししてみようかなと思います。ではまたお会いしましょう。吉丸でした。さようなら。